こんばんは、オーガニックサラリーマンです。こちら今こっちでインスタのライブ配信やってます。ではこちらで YouTube の動画を撮ってます。でこのライブ配信でもインスタのライブ配信で僕は情報発信してるんですけど、まあ YouTube に残した方が皆さん後で見れるので、同時で僕はいつもYouTube 録画して、でこっちはライブ配信でやってます。で今日はですね、僕の大好きなココナッツバターですね。このココナッツバター、今いろんなメーカーさんありますけど、ココナッツバター、食べ方がいろいろあるんですよ。で僕の過去の投稿とかアメブロを見てくだされば、いろいろな食べ方とか、あとそういったまあこういうね、例えばこういう型、こういう型あるんですけど、ちっちゃいハートの型とか、あと普通にこういう、これももらったやつなんですけど、かわいい、かわいい星とか、まあ僕はこういう型に入れて、流し込んで固めるだけでもいいんですけど、あとこういうパイナップルとかね。で、あとは、たくさんあります。普通に、こういう製氷皿でもいいんですよ、製氷皿。製氷皿でもいいし、まあ普通になんかちょっと大きめのハートでもいいし、なんかこれももらったやつですね。こういう、なぜみんなピンク多いのかみたいな。こういう型に流し込んで固める場合もあります。で、でもちょっと、いろいろやり方があるんですけども、最初に、まずはココナッツバター。まあこれからちょっと寒くなってくんで、まだ暑いですけどね。こういう、今の状態、暑い、夏の状態だとこういう溶けてます。わかります？ちょっとオイルと、ちょっとライブの人もちょっとわかりにくいかな。これオイルです。上が。で、この下の色は若干違うのわかります？色が若干違うの。これが果肉の部分です。このココナッツバター、ね、ココナッツバターの果肉はガラクトマンナーっていう種類の食物繊維で、腸内細菌、いい菌に餌になるって言われてますね。で、この食物繊維が、まあ、腸内細菌を育てる。まあ、僕はだから腸育って言ってるんですけど、だからまあ、腸育スイーツですね。甘くて美味しいのに低糖質な腸育スイーツがココナッツバターですと。だからまあ、スイーツでそういった、例えば腸活とか腸育になりますよっていう。ね、プロバイオティクスよりもプレビオティクスって、もう今は言われてますけども、こういったものも入ってます、食物繊維。やっぱり最初これ自然なものなので絶対分離してます。分離しております。だから最初にね、混ぜないといけないです。オイルと果肉を混ぜないといけないです、これは。なんで、まずは、こういう僕のおすすめな、スプーンとかでやる手もあるんですけど、こういうフォーク、なんて言うんですか、パスタフォークっていうの、ステンレスの結構硬いやつ。硬いやつですね。こういう硬いやつで、まあ、スプーンだとこうやって、ま、なんか、ちょっとすごい力入れるんですけど、実はこれでやると結構、やりやすいんですよ。じゃあ冬だったら、もう固まっちゃってるんで、今こっち固めた状態のやつがここにあります。はい、今固めた。これ僕はもうオイルと果肉混ぜて固めた状態で冷蔵庫入れて。ほら、もう出ないでしょ。もう固まってる状態です、これは。で、まあ、後でこっちを使うんですけど、分離してる状態で混ぜるポイントとしては、ちょっと YouTube の方、僕の顔映さなくてもいいと思うんで。手元だけちょっとしますね。はい。こういう状態で。で、この果肉、そこにある果肉を刺すイメージ。刺すイメージです。こうやって。刺すイメージ。で、この果肉を刺していくと、オイルがね、間に入っていくんですよ。間に。で、これぐらいの力だったら多分女性でも全然いけると思います。だからちょっとまんべんなく、めんどくさいですけれども、ちょっと最初は果肉を刺すイメージで、果肉にオイルを染み込ませるじゃないですけど、穴開けてね。まんべんなく穴開けていきます。まあ冬だったら絶対温めてから、湯煎してからじゃないともカチコチなんで難しいと思います。でこうやって、果肉にオイルを浸透させておくというか、間に入れていくイメージですね。穴を開けて、オイルに、果肉にオイルを入れていくと。ある程度結構まんべんなく入れていくと、なんかオイルと果肉はね、勝手に混ざっていくので、
で、ここで初めて、ちょっとここはね、痛いんですけど、ちょっとここはなんか丸めのやつを選んだらいいと思います、フォークは。こうやってやる程度、なんかだんだん柔らかくなってくるんで、ちょっとピシャってならないように、ここを気をつけてください。こうやってテコの原理使ってやるんですけど、ピシャってなっちゃうんで、ピシャってならないように、あ、今なりそうだった、危ね。果肉を持ち上げる。ほら。これは果肉です。これが果肉です。はい。インスタライブの方も、はい。これは果肉になります。この果肉とオイルを混ぜて初めて、ココナッツバターと言えます。これを、ちょっと持ち上げながら、ピシャってならないように、ちょっとなんかフォークうまく使って、テコの原理を使いながら混ぜていきます。で、本当は、もう真夏だったら、今ちょっと結構涼しいんで若干固まってるんですけど、まあ別に湯煎必要ないなと思うんで。で、この果肉を、この作業はね、いつもめんどくさいから、まあ僕は慣れちゃったんですけど、もう。だから今日、ココナッツバターの、実は今日朝僕インスタに、あ、ピシャってなった。インスタに、ココナッツバターを、例えばこういう形にして、誰か作ってもらって販売と、おろしをぜひやっていただきたいという募集かけたら、すごい問い合わせが来ました。本当に嬉しいことです。本当にありがとうございます。またね、いろんな人とコラボできることすごい楽しみにしてるんですけど、やっぱりより、これ本当にね、甘くて美味しいのに低糖質で、で、超育スイーツになると。毎日食べた方がいいスイーツがココナッツバターなんですけど、こういったものをより食べやすくして提供したいなと思って、今朝そういう投稿させていただきました。でも実際皆さんそうやって本当に、まあ、応援してますとか、ぜひ実現させてくださいとか、で実際ぜひ一緒に やらせてくださいっていう方も企業さんもいたんで、すごい嬉しかったです。なんで、まあ、そういう製品化ももちろんそうなんですけど、まあ、実際この純粋にココナッツバターというものを僕が実際どうやって食べてるのかっていうのもやっぱりお見せした方がいいと思ったんで、今日はちょっと YouTube を撮ろうかなと思いました。ちょっとね、今混ぜるのにピシャってなっちゃったら時間かかりましたけど、だんだんこうやってだんだん混ざってきたの分かりますか？こういう果肉、これがね食物繊維ですけども、この果肉がとろーっとなってきてます。ほら、分かります？もうこのまま食べてもめっちゃ美味しいんですけど、だんだんこれね、オイルとカニカ混ざってきます。で、しっかり食物繊維もあります。タンパク質、食物繊維、ビタミン、ミネラルって、すべて、ココナッツバターには入っております。ね、ココナッツオイルだと、脂肪酸しかエネルギーないです。脂肪酸しか栄養素ないですけど、脂肪酸も入ってますし、食物繊維、ビタミン、ミネラル、でタンパク質と、ありますんで、まあ、栄養は満点ですね。あとはやっぱり美味しい。美味しいっていうところがポイントだと思います。はい、だんだん混ざってきました。今ちょっと話しながらやってるの時間かかってますけど、こういう形で混ぜてきます。はい。実際こういう形になってきたら、あとは僕は、まあ、実際この型に流し込んでるの見せてもいいかな。実際これに流し込んでるの見せてもいいと思います。ちょっと小さいのでもいいんだけど、まあ、大きめのやつに分かりやすいように。ライブ配信の方見えますかね？見えますよね？じゃあ YouTube の方はちょっと、もうちょっと至近距離にしようかな。はい、ここで、ちょっと必殺技というか、素人の人がやると結構、おかしくなる、失敗することが多いんですけど、僕も結構慣れちゃってるんで、僕のやり方です。普通、丁寧な人こうやってスプーンで一個一個やるんですけど、僕はもうこうやって混ぜながら流し込んじゃいます。めんどくさいから。これ失敗したら受けますね。これ失敗したらどうしよう。ちょっと見やすいように YouTube の方。こうやってちょっと混ぜながら入れてきます。そう、こうやってやっていくと、あ、やべ、失敗してる。あ、なんか今日おかしい。こうやって流し込んでます。今日おかしいぞ。もうこれもガチでやってる証拠です。僕は取り直しとかしないんで。やばい。そう、本当はね、もうちょっとうまくいくんですけど、なんかこう今日おかしいな。
ちょっとこれリベンジさせてください。おかしいな、これ。はい、これは失敗例です。これは失敗例です。なんでこんなっちゃったんだろう。いつもちゃんとできるんですけどね、高さが足んなかったかな。で、今度こっちでやります。受けるガチガチな証拠です、これが。あんまり、まだちょっと固まってるせいかな、なんだろう。はい、じゃあちょっとリベンジ、ちょっといつもの実力見せたいですね。こんなん、いつもの感じできないかな。ちょっと見せますよ、見せどころです、これ。ちょっと待ってね。まあ、なんかいけない気がする、今日。なんでだろう。ちょっと変えよう。よし、いきます。来い。あ、できた、できた、できた。ほらほらほら、来い来い、これ。これがやりたかったの、これ。これがやりたかったんです。見てください。これです。さっきの失敗です。そうです。何が違うんだろう。量かな。そう、これがやりたかったんです。すごい、すごいでしょう。超簡単なんですよ。で、僕はいつもハートの、よく試食で持ってってますけど、皆さんに。こうやって作ってます。気持ち悪いでしょ。ハートの型に白い液体を僕は流してるんです。そう。なんかね、スプーン一個一個やってもいいんですけど、時間かかる。すげえ。だから僕はなんかちょっとめんどくせえなと思って、なんかやってみたらこれ意外とできたっていう。で、これは、ちょっと混ぜながらやることがすごいポイントで、やっぱりちょっと固まったりするので、さっきなんでうまくいかなかったんだろう。ちょっと久しぶりに、本番に弱いタイプなのでしょうか。あんまりタガフープもね、これ決勝で負けちゃいましたけど。はい。っていう感じで、よかった、成功して。はい。という感じです。実際じゃあちょっと YouTube の方、わかりますかね？できました、ちゃんと。ナッツバターが。で、あとはこれを冷蔵庫に、流し込ん、まあ、冷蔵庫か冷凍庫に、まあ、このまま入れて、固めるだけです。はい。で、あと、で、もう一個の食べ方。これはもう、溶けてるね。僕がよくやるやり方。まあ、これはもう、綺麗に食べるやり方ですけど、僕、これすらやっぱりめんどくさいから、もっと、簡単なっていうか、ズボラな食べ方があります。さっきお見せしました。これ、こっち、オイルと果肉混ぜました。で、今、トロトロの状態ですけど、このままね、僕、冷蔵庫入れちゃうんですよ、いつも。このまま冷蔵庫入れて、で、カチコチにします。カチコチの状態に。これで分かりやすい。カチコチです。カチコチ。だから、これほら、こうやっても出てこないですよね。YouTube の方も。はい。じゃあ、これを、カチコチで食えないじゃんと思うんですけど、これどうするかっていうと、ここからが必殺技です。またフォーク。フォークです。ちょっと大きめのフォークの方がいいです。はい。曲がんないね。はい。曲がりません。で、こういった、こういったやつで、またこれをザクザクやるんです。ザクザク。型に流し込んでもいいんですが、これをザクザクします。そうすると、どうなるかっていうと、細かくなります。細かくなります。ちょっとこれ、一回じゃあ、YouTube の方は手元を映しますね。はい。やばいやばい。ちょっとわかりやすいように。これ、ちょっと今 YouTube 撮ってるんですいません。ライブ配信の方、放置ですけど。これ固まってますけども、こうすると細かくなってきます。こういう感じで。ライブ配信の方も、はい。こうすると、固まってたやつが崩れてくって、細かくなるんですよ。で、これを細かくして、またそしたら溶けちゃったらいかんやんと思うと思うんですけど、このまま溶けないうちに、もう、
冷蔵庫入れちゃいます。そう、そうすると、まあ、じゃあ、まあ、全部崩したとします。ちょっともったいないから。はい、うん、美味しい。全部崩したとします。で、僕はいつもこの瓶ごと持ち歩いてるんですけど、瓶とこのスプーン、こういったスプーンにありますよね。ちょっと YouTube もこっちもういいかな。よし、はい、こういった状態。もしかしたらやったことある方もいると思うんですけど、これをもう今ザクザクになったんで、もうあとはこのまま冷蔵庫入れて保存するんですけど、そうするとどうなるかっていうと、こういう状態で食べれます。わかります？スプーンですくって食べれるんですよ。うん、うまい、おいしい。スプーンですくって食べれるようになります。うん、だからこのまま冷蔵庫を入れとけば、固まらないんですよ。もう崩れちゃってるんで固まらないから、こうやってスプーンで細かい状態で食べるようになるんですよ。これが僕の一番おすすめの食べ方です。ズボラな食べ方。はい。で、あとは、じゃあ、プレーンだけじゃなくて、他のも混ぜちゃおうぜ、みたいな話もあって、これはプレーンですね。こういった、僕がよくやるのは、これはもう冷蔵庫にも固めて入れといたやつですけど、エンジョイもぐもぐ、もぐもぐ。はい。これに何種類か入ってて、これは小さいハートの型のやつですね。これ緑茶パウダーを混ぜたやつ。緑茶パウダー。これじゃねえやん、パウダーは。緑茶パウダー。これは無農薬の緑茶パウダーなんです。このパウダーをさっきのトロトロの状態にしたあのココナッツバターに入れて混ぜて流し込んで固めただけです。これはこれね、はい。で、あとはこのパイナップル、ちょっと見づらいですけど、このね、このパイナップルの型を使って流し込んだやつがこれです。これちょっとヘタがね、なくなってますけど。これはベジパープラス。僕の大好きなベジパープラスを混ぜて、このトロトロの状態のベジパ、コナッツバターにこれを入れて、で、混ぜて、こうやって固めただけです。もう最強のとか言った。最高のスイーツです、これ。食べた方がいいスイーツ。だからその、寝る前に全然食べてもいいし、で、甘くて美味しいのに低糖質なのがココナッツバターですけど、これが入ることによってより酵素も取れますし、もう最高のスイーツです。こういったものをね、食べれるようになったらいいですよね。なんかこれだから冷凍庫に入れとけばずっと食べれるし、例えば店頭とかでこういう形で冷凍庫で販売したらめちゃいいなと思って、こういうのを実際ちょっと作りたいなと思うんですよ。はい、うまっ、マジうめ。そうこれね。で、あとは、ちょっと取れねえや。この、ローカカオパウダー。このハートの型に流し込んで固めたやつ。これがローカカオパウダーを混ぜて、ココナッツバターにね、これにココナッツバターを混ぜ、ローカカオパウダーを混ぜて固めただけのものはこれです。これカフェインあるんで、これは寝る前に食べちゃダメです。この緑茶もね、一応カフェインが強いんで、食べちゃうとダメなんで、今は食べないですけど、こういった形で僕はエンジョイもぐもぐ瓶に、これあと冷蔵庫入れとけば、いつでも食べれるんで。ね、ローカカオパウダーだったら、カカオって全部、絶対ローカカオじゃないと良くない、意味ないんですけど、こういうね、ローカカオパウダーを、ココナッツバターと混ぜるだけです。こういうね、オーガニックココアとかでもいいんですけど、やっぱり、
まあ、栄養素のこととか、いろいろな、効果のことを考えたら、こういう6カカオパウダーの方がやっぱりいいです。はい。ココアはね、純粋に美味しいですから。そう、ココナッツバターはね、実際そういった、こういった形で食べ方があります。ね、YouTube こちら今撮っておきました。20分経っちゃった。ちょっと長くなっちゃいましたけど、これも緑茶パウダーを混ぜてザクザクにしたやつです。はい。こういった形で、ちょっとね、見た目雑ですけど、こういった形で、冷蔵庫入れとけば、いつでもスプーンで食べるようになるので、ぜひ試してみてください。食べやすい食べ方ですね。はい、てな感じで、まあ、これは今回食べ方だけにしましたけど、随時そういうココナッツバターだけじゃなくて、いろんな、まあ、他の食材の話もしていきたいなと思ってるんで、YouTube チャンネルでもいろいろ情報発信してきます。今、アスリートの人とかもよく僕やってますけど、今結構歌を歌うアーティストの人とかもやってるんで、やっぱそういう人にもやっぱり油とかすごい重要なんで、まあ、そういうスイーツも味方にしてもらいたいなという思いで、ちょっと栄養学的にも、どっから続いても、まあ、地球のこととかね、もう考えつつの、スイーツ、毎日食べた方がいいスイーツを、ちょっといろんな方の力を借りながら、作っていきたいなと思います。アビオスだけで、ね、作るっていうのはなかなか難しいんで、いろんな方で、卸先さんは一応ありますので、まあ、僕はすごい信頼している方とタッグ組んで、そうやってスイーツの世界も変えていきたいなと思っております。なので、まあ、YouTube チャンネルの方はこちらの方で、もうオーガニックサラリーマンチャンネルはもうこちらでもう録画終わります。インスタライブの方は今ちょっと質問が多分あったと思うんで、答えます。なので、こっちは一旦終わります。なので、まあ、もしよかったら食とか栄養学気になる方は、まあ、コメントでもいいんで質問くだされば、まあ、気が向いた時に返します。まあ、本当に情報を知りたい方だけが僕のチャンネルを見ればいいかなと思ってるんで、特に編集とか、しないんですけど、いろいろありますんで、YouTube で、の方も、まあ、チャンネル登録、もしよかったらしてみてください。まあ、インスタのアカウントの方も実際やってますんで、YouTube 見てる人でもインスタやってる人いたら、ぜひオーガニックサラリーマンアカウントもチェックしてみてください。はい。ってな感じで、じゃあ YouTube の方は応援したいと思います。じゃあまた。バイバーイ。